狛江市役所では40年前の多摩川堤防決壊を記録した写真の展示会が開かれています。台風による大雨で19棟が流された多摩川水害を後世に語り継ごうという取り組みです。狛江市の多摩川沿いに建てられた決壊の碑。40年前の1974年、台風接近に伴う大雨で水位が上昇し、ここ仁賀梁宿河原堰の堤防が決壊して19棟が濁流に飲み込まれました。幸い死傷者はいませんでした。この災害を風化させないため、市役所で開催している写真展では、土台部分が削り取られ倒壊したアパートや混沌とした様子の災害対策本部など、当時の様子を写した15枚の写真が展示されています。消防のサイレンを鳴らしてね、大騒ぎだったんですよ。すごかったですよ。もうピアノから何かどんぶんどんぶん流されて、水って怖いなと思いました。初めてです、こんな写真見るの。これがあった時はこんなにひどかったなとは知らなかった。主催する狛江市は、40年前の教訓を生かし、自らの備えと地域の助け合いを常に意識してほしいと呼びかけています。写真展は今週金曜日まで開催されています。